セブラジ。はい、始まりましたセブラジ。イエーイ。セブンストレインの水木です。セブンストレインのなおです。おかえりなさい。やっと二人とも同じ空間で、はい、お送りすることができております。はい。どうでしたかフィリピン？楽しかったですよ。よかったよかった。天気とかどうだったんですか？はい、大体晴れてたけど、うん、まあ、ちょっとスコール的な感じで雨は降ったりしてたって感じかな、はいはいはい、でもそんな困ってはないぐらいでしたかね。よかったよかった。ただまあちょっと珍事件も実はあって、何あの帰る、今日は、日にちっていうとですね、1月の14日、時計はめてなかった、今必死で腕見たけどゴムしかなかった。1月14日の日曜日にこのセブラジシャープ4っていうのは収録させてもらってるんですけど、うんうん、私10日に、フィリピンから日本の方に、おとといです、はい、やば、戻ってきたんですよ、はい、その時にね、フィリピンの島にいたから、そのまあカティクランっていう空港からマニラっていう大きい空港に戻って福岡に帰るプランだったんですよ、はい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 、朝一5時に起きて、うんうん、でそのカティクランからマニラに戻る飛行機、乗ろうとしたら、お客様が予約してたチケットの、飛行機なんですけど、もう満席で乗れませんって言われて、意味わからん、予約って何じゃ予約した席がないってどういうこと、やばくない、うん、でまあなんかそういうので、えってなったりとかしたら珍事件が起きたんですよ。で、まあ、全部向こうも英語でルルルルっていろんなこと言ってて、多分そう言って、で、まあ、最終的にその元々取ってたやつと、その次の便、遅い便だったらマニラまで行けますみたいな、はいはい、それにチケット取り替えますって言われたんだけど、私マニラから福岡帰らない関係、それだと間に合うかどうか怖そう。で、私はいろんなこと考えた、うわ、明日からレッスンなのに、うん、やばいよ、どうしようって思った、うん、けどもうしょうがないじゃん、ないものはないし、うん、で結局そのお姉さんたち、チェックインカウンターのお姉さんたちが、うん、まあ、もしもね、もともと取ってた早い方の便に、まあ、空きができたら話しかけるねみたいな多分こと言われる。いやいや、予約しとったんやけど、そうこっち、そうそうそう、え、分かるわけみたいな、私のこと見つけられるの、うん、と思いながらも、まあ、もうこれ以上話しても仕方ないから分かったっつって搭乗ゲートに行って、うん、そこにねスターバックスがあるんよ、はいはい、でもう結構焦り散らかしとったから、うん、コーヒー飲んで落ち着こうと思って、うんうん、スタバに並んどったらお姉さんが来てくれて、来たんだ、うん、ちょっと来てくれた、分かってたんだ、そう、私の顔もちゃんと覚えて呼びに来てくれて、うん、まあそのコーヒー買い終わったら、ゲートの方来てみたいな言われて、うん、でゲートの近くにコーヒー持ってこう座って待っとった、うんうん、そしたらその瓶のファイナルコールっつってね、はいはい、もういませんかみたいな、よく聞きました、ファイナルコール、なんとかこうとかなんとかさんみたいな、うんうん、なんかチェックインしても来ない人がいるから、うん、結局それで一席空いたんです、一席、はい、すごい、最後の空いた、うん、空いたからあなた乗れるわってなって、うん、カモンみたいな感じで、その空いた一席に、うん、もうなんていうと、もう最後奇跡の一席を、そう、乗って帰ってこれたんです、うん、よかったよかった、そんなことが、マジ、はい、でも予約してた席なくなるのが私は一番恐怖かも、びっくりだね、いやこれはでも、うん、私もこうフィリピンに10回行ったことあるんだけど、うんうん、初めての経験だし、まあ、どこの国でもそういう経験はないけど、うん、正直初めて、予約してた座席満席ですなんてワードないいや、そうならないための予約でしょうん、予約とはみたいな、うん、もう凍りついたよね、わかんないよね、しかもそのフィリピンの人の英語のイントネーションめっちゃそうちゃうじゃないですか、学校で習んだレッスン1で習ったやつと違うから、うん、すごい、でも理解できたのがすごい、でもマジで勘だった、雰囲気と勘で表情とかなんとなくこうかなみたいな、もうほんと表情とかから汲み取って、うん、唯一分かった単語は、うん、not available みたいな、あー怖っ、 available、 そう、 not available みたいな言わすんやけど、まあ提供できないとかそういう意味じゃん、うんうんうん、でそれともうすでに、うん、already full っていう言葉だけ分かって、これはなんかやっとんなっていうのでいろいろまあ察知したけど、まあ最後はねそうやって、うんうん、なんならみんな待たせた人みたいな登場の仕方よ、私、そうだよね、だって会いたか結果いけてるんだからね、そう、あいつが来んかったから飛ばんかったみたいな雰囲気出てるけど、うん、逆ないよ、私待っとったから、うんうん、確かに、うん、分かっとってほしい、それだけは、それだけ同じ乗客に、はい、分かっとってほしい、うん、確かに、まあアンラッキーなのかラッキーなのか分かんないけど、まあそれでちゃんと帰ってこれて、レッスンもできたし、ありがたい、よかったですっていう珍事件がありました、うん、よかった、無事帰ってこれて、ありがとう、そしてね、うん、実はシャープさんで私、うん、マックのバーベキューソースの話をちょっとさせていただいたんですよ、はいはいはい、結構厚めに厚め私は韓国のバーベキューソースを調査しているからっていう聞いてほしい、ぜひ、はい、
もし聞いてない子がいたらそれを先に聞いてほしいなと思うんですけど、実は今日水木先生に持って帰ってきました。バーベキューソース、はい、こちらにですね、山田の吉田だけど、山田だけど似てるバーベキューソースをもう食べてもらいたくて、はいはい、あの後収録したじゃない、はい、しました、しました。収録した次の日に帰ってきました。めっちゃすぐ。なので今、実はね、みんなでちょっとお見せできないんですけど、手元にある状態でございます。ということで、実は今、熱々のね、ポテトを準備しました。最高、ポテトまで。こちらにちょっとディップして、水木先生の感想を聞いてみたいと思います。なんかパッケージも、違うでしょ、日本と違いますね。表面がなんか焦げ茶色で、うん、なんかクラシックマグナゲッツソースって書いてある、はい、バーベキューって書いてないんですよ。しかもなんかちょっとでかい、そうちょっとね、ワンサイズこう大きくなってる、うんうん、大きくなってるし、なんか私が思う東南アジアのプラスチックに思うことはちょっと心もとない、うん、わかる、ペコペコペコ感ね。でも持って帰ってくるときも厳重にありがたい、ちゃんと申し訳ない、ありがたい、くるんでちゃんと持って帰ってきましたんで大丈夫です。じゃあちょっと開けますね。お願いします。もうね、やっぱこれは、うわ、よいしょ、ポテトも熱々だ本当に。私はさ、バーベキュー調査員やってるけど、まあ水木はその隊員だと思ってるわけ。はい。だからやっぱこれは食べといてもらいたいよね。どうぞ。でも、ありがとうございます。色も濃くなったでしょ。なんか日本のバーベキューソースってこの蓋の部分についてるところにスパイスが見えるじゃないですか。ほぼない。その。ほぼない。ただ色味はどうでしょう。濃くなって近くなってきてる。ですよね。もうちょっと日本の方が赤いのかな。うん。では。で昔のそのフィリピンのバーベキューソースはもっとチリソース色だったんですけど、今茶色です。じゃあちょっと食べてみてください。どうぞ。いただきます。ASMR ならないけど、ちょっとくちゃくちゃ言うけど。あ、でも匂いは東南アジア。いただきます。はい。うん。うん。うわでも。うん。日本で食べるこれは結構東南アジア。でも前とは違う。で遠くの方にやっぱり何ですっけ、オイスターソースじゃなくて魚醤を感じる。うん。でも前より断然美味しい。前より断然バーベキューじゃない。前より全然バーベキュー。うん、前はもうちょいチリソースだったでしょ。前もうちょっと。と透明だった、もうちょっと。うん。甘みが強かったの前は。え、ちょっと、なお先生も食べてみてください。あ、そうだね。じゃあ、日本で食べるこのフィリピンのバーベキューソース。やっぱ国の匂いってあるじゃないですか。で、多分、ちょっと多めにディップして。プラプラの前 になってんだよね。いただきます。どうでしょう。あ、ほんと。どっちどっち、あ、ね、なんか外国の味しますよね。私がフィリピンで食べた時よりも、ちょっとカレー味を感じるわ。なんかスパイスの、ね、あ、なんか。うん。なんかこう魚醤、なんて、なんですっけ、ナンプラ。ナンプラ。ナンプラの匂いがする。うん。入ってんのかな、うん。で、外国の味。外国の味。まずくはない、でも前よりかは。全然バーベキューには近づいてるけど、うん、確かに、その、バーベキューソースでもない。うん。吉田のバーベキューソースの、の、テンションの、うん。何が足りないんだろう。ね、香ばしさ、ね。今思ったけどさ、おたふくソースの味せん。オタフクソースに 2,3 滴、うん、ナンプラー入れたやつ、うん、の味がする、うん、ない、うん、僕はもう一回こう、ね、これさ、お好み焼きの味だ、うん、かかっとってもわからなくない、どう、うん、うん、お好み焼きお好み焼きだよね、これでもちょっと食べよう、お好み焼きの味がする。フィリピンで食べた時はやっぱフィリピン料理食べてる中でのこれを食べてるからあれだけど、うん、これだけ今食べたらマジでなんかオタフクソースの味する、する、あこれマヨネーズかけたらもうお好み焼き、いいよね、ネギ欲しい。こんな味なんだ、ありがとうございます。うん、おいしい。厳重に包んできてもらって。はい、え、みんなにも楽しんでほしいけど、イメージするのはオタフクソース。気になる子は、オタフクソースにナンプラー入れて食べてみてください。うん、やっぱちょっとその、魚の旨味みたいなのが入ってくるんだな。ね、宗教的なものなのかな。でもフィリピン肉食べちゃダメとかないですよね。ないないない、鶏肉大好きよ。だよね。うん、へぇー。そんな感じの感じで、うん、バーベキューソースはそんな感じでした。ありがとうございました。はい、うん、ということで、続いてのトピックに移ります。めっちゃいきなりいきなりナゲットいいんかいって話なんですけれども、はい、これからはもうレッスンがですね、うん、再開しましたのでお休みが明けまして、そうですね、木曜と金曜のレッスンがあったんですよね、はいはい、今週の話みたいなのを今後していけたらいいなと思ってて、それが今日今回1回目、1回目じゃない、はい、今週のレッスン、まあ本当木金しかやってないんだけど、やってないんだけど木金なんかありました。そうだね、まあ
11日の木曜日から2024年のレッスンっていうのは再開したんですけど、うん、まあまあ我々も3週間ぐらい、あ、水木はもうちょっと、そうですね、ちょっと早めに冬休み入らせてもらって、うん、まあ結構な長めの休み明けっていうこともあって、うん、で、あ、ちょっとすごい音がやっぱすごい、あ、ここね、あの今実は名古屋港のまたあの某個室で撮ってるんで、外の音は効果音ご影響ということです、すいません、はい、お願いします、ボーっていうね、まあいっぱいあるけど話したいことはでも話しすぎちゃうからそうだな、何がありますか、え、じゃあ水木から行った方がいい、うん、そうだね、私はですね今週のレッスン、うん、まあもう久しぶりにみんなと一緒に踊れてすっげー楽しかったっていうのと、うん、まあ、やっぱり月曜日から金曜日までいつもレッスンしてて、金曜日ってすごいもうなんていうかもう、ね、抜け殻みたいな感じにね、足から振り絞ってレッスンやってるけど、やっぱ木金この2日間だったのすごい全力、もう全力を、なんかすごい手抜いてるとかいう話じゃないですよ、個人的なその体力的に木金にすごい注げた、うん、っていうのが一つ大きくあって、あとは全部のクラスでキャッチアップっていうのをやって、はい、キャッチアップってみんなわかるかなっていうところからやって、うんうん、キャッチアップっていうのは会ってない期間の、うん、近況っていうのかな、自分に起きたこと、うん、近況をなんていうか最新の情報に更新するお話ししてっていうふうに私は思ってキャッチアップって使ってるんだけど、はいはい、でみんなにそれを説明してキャッチアップしようよっ て、 言って、うん、全部のクラスでやったんですよね、うん、で、まあ、クリスマスの話と正月の話で、うん、みんなサンタさんに何もらったのって言ったら、やっぱサンタさんが来る家庭と、うんうんうん、両親になんか欲しいものを買ってもらう家庭があって、うん、結構偏りがあったんですよ今回、みんなおもちゃとかもらってんのかなと思ったら、女子はやっぱお洋服とかが多くて、うん、男子はやっぱゲームが多くて、いやもうなんか聞いてる限りサンタさん大変だっただろうな、サンタさんもそんな全世界のね子供にすごい、でも任天堂と手組んでないとサンタさんも供給間に合わないんじゃないかなっていうぐらい、やっぱ任天堂人気だったなっていう、任天堂って何、スイッチ、スイッチですね、スイッチのカセットと、まあ、本体をもらってる子とかもいて、うん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 、ですげえなーと思って、じゃあお正月みんなお年玉もらったなーって言って、みんなもらったもらったって話して、うん、でお年玉で何か買った人って言ったら、そこをまた2つに分かれてて、うん、めっちゃ面白かったのが、うん、女子は貯金、うん、男子は課金だったんですこれやば、聞いてる人分かるかな、女子はもう本当になんか例えば、うん、結構近い未来で携帯買いたいから貯めてますとか、うん、ゴールデンウィークに旅行に行くからその時のお小遣いに取ってますとか、うん、もうほんと大学進学のためにとか言ってる、うん、しっかりしてる、小1とかでですよ、あ、マジすごいですよね、す保護者の方の多分ちゃんとね話し合って決めてらっしゃると思うんですけど、うん、もう男子はもう全員課金なんとかの、なんとかのやつでみたいな、うん、なんとかでこれなん今ハマってるゲームのなんとかでこれ課金したらみたいな、おスキンが変えてみたいな、課金のスキンの課金でスキン変えてとか、なんかこれのなんとか追加パス買いましたとか、うん、みんな課金、はすごい貯金と課金、男子と女子で分かれてて、そういうお話をしたのがすごいなんか楽しかった、楽しそう、そうで、なんか一つもう一個衝撃だったのが、うん、もうなんか金額とかは聞いてないんですよ、みんなにいくらもらったかとかいう話じゃなくて、何を買ったかっていう話をしてたんだけど、うん、ねえ先生聞いて、うん、学校のお友達お年玉10万もらってた、やば嘘だろう、そうだよ、10万もらえる世界線って、何どこそれ、私なんか恥ずかしながらっていうのもあれですけど、私頑張ってマックスで1万5000とかぐらいしかもらったこと、なんかいやらしい話ですよ、でももらったことなくて、 でやっぱ貯金苦手なんで、まあ、もらった瞬間使うっていう、うん、やり方で、まあ、福袋買うの好きだったから、いろんな福袋、洋服、文房具とか買って、まあ、一瞬でなくなるっていう生活だったけど、10万、え、私もマックスさ、もう本当にマックス高校生の時とか、うんうんうん、頑張って、いや、ね、大きくなれば大きくもらえるから、うん、3万とか、でももうそれまでは1万から2万とか、だから親に取られることもなかったよね、あ、はいはいはい、よく聞くじゃん、うん、お母さんとお父さんに取られるっていうか、あれ貯金してくれてんのか、うん、盗んとみたいな言い方してそんな親をつって親がね、あの取るよみたいなとこもあるけど、うんうん、聞きますね、開けないままママたちが持ってるとかいう子もいた、うん、けどやっぱ親戚がね、うち少ないんですよ。私、親戚が少ないから、うん、その、逆にお父さんとお母さんからもお年玉をもらって補填というか。補填して、それでももう
1万2万3万言っても3万とかだったから、うん、もう全然自分で1年間のお小遣いとして自分で運用をね考えて、うん、あの使うっていう配分をねこれはもう夏休みに使おうとかそういうのとか、うん、なんかそういうやつで考えてあってたけど10万すごいよね。誰が今の令和の不思議じゃないですか。宝くじ当たったか、何ですか、有馬記念とか当たったのかなとか、なんかわかんないけど、そういう子がいたって言って嘆いてる私の生徒の子がいました。すごい。面白かった。今のお年玉事情。面白かった。です。なるほど、うんうん。そうね。キャッチアップ大事だよね。キャッチアップ。大好きですからね、おしゃべり私。うん。みずきはもう本当におしゃべり。おしゃべり大好き。うん、何でも知ってる。でも多分私が何でも喋るから、みんなもお家で喋ってるから、うん、きっと保護者の皆さんも私のこと何でも知ってると思う。こうね。うん。何でも知ってる。お互いに多分何でも知ってる。何でも知ってる状態なんだろうね。うん、なるほど。どうですか？私は、そうね。なんかね、その、お休みの間に、まあ私が勝手に自分で恒例にしてるんですけど、うん、そのお休みがあったら、その、まあ今回もフィリピンに行ってたんですけど、うん、その行った先で、やりたい K-POP とかのコピーを覚えるというやってますね。そう私やってるわ、うんうん、でその行った先でね、あの振り付け覚えて帰ってくるよみたいなのやるから、うんうん、年明けのレッスンだったり長期休み明けのレッスンで、うんうん、K-POP どういうこと？金のコップとかかな。K-POP マイクロクロポッコ、クロポッコもわからない、いろいろ間違えてる。黙ります。K-POP のカバーをやろうと思ったんですよ。でね、今回はルセラフィムの、はい、なんだっけ、パーフェクトスーパー言わせればよかった。スーパーナイトだと思ってた。なんだっけ、パーフェクトナイトじゃない、パーフェクトナイトかを、うん、あの、わかりますか皆さん、あの、あれなんだっけ、でね、ハーティーズンスカスカンシースみたいな。パーセルカルソー、フィリマグルみたいな。それ。フィリマグルのやつ。それをやりたかったの。あ、まあ、ずっとやりたかったんだけど、うん、まあ、流行ってたじゃん、うん。で、やりたいなって思いながらいたから、うん、あ、それを覚えていこうと思って、それを覚えてきました。うん、で、木曜日の、まずね、その、うん、まあ、ジャズヒップホップ、はいはいはい。一般のジャズヒップホップのクラスのメンバーに聞いてみたと、うん、これなんか、あ、勝手にごめんけどみんな踊れるって思いことって、うん、そのなんだろうな、めっちゃ流行ってましたもんね。そう、めっちゃ流行っとったけ、うん、これ全員振り知ってるぐらいのテンション感なので、うん、私的にあの振り付けって覚えやすい簡単めな振り付けだったから、はいはいはい、これみんな踊れるかもと思って、これ踊れる子いるって言ったら誰もおらんくって、やばい。あれって思って、なんかそのなんていうか踊れる子いたら、まあ私もこう教えつつちょっとなんかやろうかなぐらいにこうふわっとね考えてたんだけど、うん、意外といなくって。うん、あ、そうか、私のクラスは結構その K-POP も好きかもしれんけど、うん、っていうよりも、まあなんか私の振り付け好きで来てくれてるのかなみたいな。そうだね、K-POP クラスに行ってないってことはそういうことだもんね。そういうことかって、うん、そうかそうかって。確かに確かに。で、なんかもうなかったことにして、あ、ごめんみたいな。あ、提案を取り消したんですか。取り下げ、ちょっと取り下げて違ったみたいだと思ったから、一旦引いて、あの、とりあえずやるべきことをやったわけよ。うん、まあ作品動画をね、うんうん、ジャズヒップホップで撮りたいから、その話をして、そっちをメインにやったんですね。私ってば、その、うん、やりたいわけどうしても覚えてきてんだからね、覚えてきてみんなとやりたい気持ち変わっちゃって、じゃあちょっとこれ中級の方に持ってってみようみたいな思って、はいはいはい、中級に知ってるって言ったら、うん、リアタンっていうその子がいるんだけど、リアタンだけ知ってて、ってね、そう、あ、じゃあよかったと思って、じゃあ私もちょっとこう不安なとこあるから話し合いながらみんなでやろうって言って、うん、中級ってですね、あの筋トレを一番最初に始めるってめっちゃきつい。筋トレがあって振りをするっていう流れが普通のレッスンなんだけど、うんうん、まあ、新年一発目に筋トレみんなもしたくないかなと思ったから、うんうん、それに代わってそのダンスをしてっていう感じだったんだよね、うんうん、だからなんか私が勝手に今の若者全員 K-POP 踊れるって思い込んどって、うんうん、けど分かる分かる、でもその感覚ある、意外と、いないんだなっていうのと、うん、まあ、その中級のね子がね、うん、あ、これずっと見てたから踊ってみたかったやつとか言ってくれてて、あ、だからいい、ね、あ、まあ、なんか踊りたいけど覚えてはないぐらいの感じでちょうどよかったなって、うん、ですごいそれが楽しかった、私としても楽しくて、はいはい、それは来週ねちょっと中継のメンバーと一緒に動画撮って、うん、あのインスタか YouTube かちょっと上げようかなって思っております。いい、なんかね、やっぱ K-POP、 私昔は K-POP のクラス持ってたんだけど、うんうんうん、今は持ってないから、まあ、たまにやりたい時だけ各クラスでやったりとかするんだけど、うん、なんだろう、うん、この日ではジョングクさんのねセブをやったりとかやってた、うん、してたんですけど、まあ、そういう恒例の K-POP をちょっとやってみるみたいなものをやりましたね、うん、はいはい、あと、うん、
その金曜のヒップホップキッズクラスの子たちがね、年末の時点でもう先生ドラえもんやりたいあれですか、あれですでででで伝説のあの、ですあの、はい、発表会でしたんですけど、あれはね、何年前かな、てっけんあれたいね、この間やったセブトレシアターの一個前だったかな。でもあれだよね、海、あれだよねとかって、海のテーマやけ、七夕ビーチ、七夕ビーチだ、2回目の発表会だから相当前よ。一番最初そのドラえもんの作品ができたのってセブトレの2回目の発表会の時に、うんうん、私がちびっこクラスでね、木曜のやった作品なんだけど、うん、まあそれをリメイクっていうか、定期的にね、あの代々私のちびっこクラスで踊ってきてはいたの。だってその頃年長さんだった子って今中1とかじゃないですか。そう中1とか、うわ、6年生とかかな、その頃の年間6か中1とかぐらいだよね、うん、その辺の年代です、うん、そう、5年生で6年生中1ぐらいの世代の子たちがまだ3歳4歳5歳6歳それぐらいの時にやってた曲を、まあ、何年かに1回ずつそのちょっとやってみるんだよ、うん、で今ちょうどその木曜日のちびっこでちびやってるんだよね、そのやつをやってて、うんうんうん、見てるストーリー、あ、そうそう、でもしかしたらそのキッズの子たちもそれ見てて、もう先生それやりたいみたいな、で年末まで一般クラスの難しい振り付けやってきてたから、うんうん、そうだねって、やっぱりその、まあ、簡単だというか楽しくただただ踊る難しくないダンスもやりたいよねって言って、うんうん、分かった、じゃあそれしようって言って、うん、まあ、一発目にそれをやったんですけど、はいはい、もうこれ大盛り上がり、すごいね、あのね、根強いわ、あの子たちね、いやこれはね、あの子たちの凄さが私的に結構あるなって思ってて、うんうん、楽しみ上手なんだわ、はいはいはい、なんか大事ね、セブトレらしい、なんかそれセブトレらしい、もうキャッキャ言いながら、うん、もう自分たちで楽しんでくれるわけよ、うんうん、で休憩しなさいって、もうお茶飲んできてって言うけど、うんうん、行かないの、うん、だから行けない行けないみたいな論争があっていいから行ってみたいな、うんうん、お茶飲んできてみたいな、いいから先生曲かけてみたいなで、うん、もう死に物狂いで踊り狂ってるわけよ、うん、で、あまりにも汗だくになって、先生冷房つけてってこの真冬にそうで、私ももう分かったんですよ、冷房つけて、もうあまりにも休憩に行かないから、うん、もう一旦みんな座ってって言って、うん、もう座らせて、ちょっとね、あの、クールダウンして、クールダウンして、頭も体もクールダウンしてキャラがね、みんな濃いけ、それぐらいの盛り上がり方だったんだけど、うん、もうそれで私も楽しくなっちゃって、うん、だからたまにそういう、なんていうのかな、もちろん難しいこともね、うんうん、やったりスキルも磨くんだけど、たまにはそうやってワイワイ、うん、まあ楽しいことをみんなでやって、うんうん、ギャーギャー言ってやる時間っていうのもいいななんて感じたのが、まあ、今週のレッスンだったな、はいはいはい、私、尚先生のヒップホップキッズ、うん、山田の金曜ヒップホップキッズの好きなエピソードがあります、うんうん、なんか、はい、よく尚先生と、まあ、クラスの話をこうやってするんだけど、うん、その時に大体あの、うん、MVP を何人決めますって、うん、例えば3人今日は決めますで、誰とかちゃん誰とかちゃんで発表してわーって、うん、あと1人行こうってやつ先生あと1人行こうよっていう、その交渉してる話をよく聞くんですよ、あ、もう一声みたいな、 そんな小学生の時に私もう一声とか知らんかったもん、でも金曜日の子がそういうのをやってるって聞いて、あ、楽しそうやなって、 そうやってクラスの雰囲気も明るくなるし、うん、でこっちもなんかね、こういうなんか駆け引きとかやったりして楽しいよなと、うんうん、そう、こっちも先生側もそれで楽しいんだよ、うん、やっぱそうよね、シーって何のレスポンスもないよりも、やっぱそうやってなんかもう、うんうん、リアクションがあったりとか、ね、リアクションが、交渉が、交渉、本当にあの子たちね、勢いすごいから、これバナナの叩き売りかなみたいな、毎回交渉なの。だからそれこそ今回もドラえもんの MVP、うん、先生何人決めるとってまず言ってくるわけだ、うん、で、いや3人かなったらもうってだいぶなんてブーってなるね、そこ先生せめて5人やろみたいなちょい上狙ってくるやん、そうそうそう、3から5、で私もさ、もう5人のつもりだったけど、みんながちょっと可愛いから3人って言うんだ、可愛いもん、みんながだから3人かなとか言っちゃうわけよ、うんうん、したらもうみたいな、5人にしてよ、お願いして、うん、もらいたいリアクションくれる、5人5人みたいな、でもやっぱ悩んだふりするやんか、はい、その、そうか、とか、なんか、うんみたいなやってじゃあ5人って言ったらみんなうわーみたいな、その盛り上がれるからもう本当に私としてもみんなにありがとう、うん、そうやって楽しんでくれるから私も楽しいし、うん、こう、なんていうかな、
うん、なんか一緒に楽しいクラスを作ってきてて、うんうんうん、まあ、ありがとうなんだけど、まあ、声は枯れるよね枯れるよね、枯れる、みんなも大丈夫かなっていう話ですし、みんなもあんだけ叫び散らかして私にうるさいって言われてるんだけどすごい、でも楽しみ方知ってる子は何にでも活かせますからね。そうだね、これがまあ学校の勉強とかもそうだろうし、イベントごととか盛り上げ上手って、うん、そうね、すごいなんていうか重宝されますから、うん、大人になっても、ね、なんかさ、山本ラジオやから言うけどさ、うん、うちらも楽しませたいと思って、うん、やっぱいろんなことをするわけ、うん、でみんなにも思春期があるのは分かるんだよ、うん、私の思春期さ極端でさ、うん、全くレスポンスしてくれないクラスと、そうやっていや本当ね、そう、あなたのクラスとか言ってたでしょうが、確かにこれ何なのって思うんだけど、これ聞いてくれてる生徒の子がもしいるとすれば、うん、私はレスポンス、その返しっていうか、うん、みんなと喋りたい。まあ、いや、それはレッスンでもそう言ってる。水木もそうよ、そんなもん。うん、みんな、ね、多分全部の先生そうなんじゃないかな。だって、考えてん。考えてんとかってみんな説得し始めた。なんか、話しかけてるのに返事もされなかったら、やっぱ悲しい。悲しいよ。じゃないですか。それが一体複数だからね、先生たちって。うん、そう。先生たち。一体二種でさ、私仕方ないでしょ。いや、仕方してるつもりもないよね、ね、分かる分かる、みんなはね、みんなはね、分かる分かる、うん、そこも理解してるし、その返事することがなんか恥ずかしかったり、なんか分からない、かっこ悪かったりするのかな、どうなんだろうね、でもあれじゃないですか、うん、反動来てるんじゃないですか、キッズの時に、うん、めっちゃもう、なんだろう、盛り上がり尽くして、尽くして、中学生になったし、あ、これでも分かったね、みたいな、キッズは盛り上がって一般で、静かになる、この保護者の皆様そうそうそう、だからえっていうぐらい、もうその、うん、一般になった途端落ち着くよね、落ち着いたりとかして、みんながね、思春期だったり、そこに対して緊張してたりとか、分かる、うん、私もいろんなことを考えて、自分にできることは全てしようと思ってさ、ちょけてみたり、話してみたり、いろいろボールは投げるわけ、引き出してみようとね、みんなのキャラをね、やってみるんだけど、うん、もうやっぱそれでもどうにもならんときって、やっぱ私も人間だからね、悲しい、悲しいよね、やっぱ50分のそのレッスンでさ、やっぱみんなとキャッチボール、会話のキャッチボールしながら進めた方が、それも話すとみんなにとっても楽しくないみたいな、うん、で私にとってもその方が楽しいんだって言っても、うん、やっぱりちょっとレスポンスあれじゃないですか、嫌いなんじゃないですか、なお先生のことでも本当に思う瞬間ありますよね、あんまりレスポンスなかった時、うん、私冗談だけど、え、嫌いって言うだけ、私も言う、でその時にやっと笑ってくれて、そうあ、よかった、好きなのはいいけどとか言って、恋愛は彼女みたいな、え、好きなのはいいけどとか言ってそうなんよ、たまにね、もうあんまり悲しくなった時は、みんな私のこと嫌いみたいなやつをやるし、本当にそう思う時あるよね、気休まずさ、聞いてくれてるから、多分嫌いじゃないんだろうけど、あんまりにも喋ってくれないと嫌われてるかもっていうのと、そして会話ができないクラスの子ほどもマジで休まない、そう、休まないの、みんな一生でね、レッスンとかさ、ダンスはやっぱ一生懸命なわけ、確かに、ただ私と喋ってくれないだけで会話ができない期待のしぐさ、レッスン始まる前とかちょっと粘って喋ったりすると、うんうんうん、こうこうこうでさ、今週こういうことがあってなんとかかんとかでさ、こうなんだしーつらつらいよつらいよ、でもなんかその逆で言うと、私なんか自慢になっちゃったら申し訳ないんですけど、私のヒップホップに関しては、うんうん、キッズの方がおとなしくて、うん、上のクラスに上がるとすごい元気になるっていう、逆なんだ逆ですね、キッズからそのまま上がってくれる子が、うん、山形の水曜日のことなんですけど、あ、それ、私は名古屋の水曜日がちょっとすごい静かだよ、逆なんだ、逆なんだよね、キッズが元気で大人が静か、うん、私はね、キッズは全部元気なんだよね、で、あの名古屋の水曜日ヒップホップだけ私と喋ってくれないでも最近ちょっと喋ってくれない、あ、いいじゃん、でもね、喋ってくれた次の週また喋ってくれないの、みんながメヘラ、みんながみんながメヘラなんだろうな、気持ちにあれがあるから、うん、おろ、あれかな、気圧かな、気圧のせいかな、かもしれない、そこは逆かもしれない、私は、うん、だからあのお祭りの時とかもすごくあの去年のね、最後のレッスンの時に直接本人たちにも伝えたんだけど、うん、私はみんなのことをなんかあれだよ、誇りに思ってるよって、プラウドオブユーだよ、うん、みたいな話をして、自分のクラスじゃない子にも自分のクラスぐらいの熱量で応援してくれたり、話しかけたり、うん、下の子のお世話を見たりできるんですよね、水曜日のヒップホップクラス、うん、本当にそれをもうありがたいなって発表会の時で、それを見てみんなそうなってほしいなって、うん、思う、発表会の時もそうだし、お祭りの時もそうだし、うん、なんかあセブトレっぽいって思ったから、なんか受け継いでいってほしいな今後も、うん、そして名古屋校の直先生の水曜日の子も頑張れって水木からも応援しておきます
喋りましょう。喋りましょう。ぜひぜひ。本当に。ごめん、全然あの嫌いじゃないし、怒ってないからね、みんなこんな話してる。赤裸々に話してるけど、別に嫌いとかじゃないし、怒ってるとかじゃなくて、なんか話したいなっていうだけのことでございます。だから先生も悲しいと思う時もあるんだよっていうところだけ伝えておきたかっただけです。はい、ですね。めっちゃなんか喋っちゃったね、なんか。質問に答えようと思ったらもう30分だった。経っちゃったわ。どうする？質問。シャープ5で答える。5でいこうか、ずっと。ごめんなさい。どんどん質問溜めていってる。ごめんなさい。本当に、そしてトラックもすごいうるさい。通るし。そうしましょうかね。そうだね。せっかくならじっくり質問にも答えたいし。方がいいよね。言い訳させてください。いけたんですか、潔いな。言い訳させてください。このシャープ読んでちゃんと答えるつもりで、今計画立ててた。はい、ピックアップもしたんですよね。あの質問いただいた。これにじゃあ今回答えようかなんていうとこも。ピックアップしてるのみんなの。楽しくなっちゃって。楽しくなっちゃって話しすぎちゃいましたので、うん、シャープ5に引き継いでゆっくり、ちょっとそっちの回答しようと思うのです。はい、それも楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい、で、いつ答えるかわからないんですけど、うん、このポッドキャストの、はい、コメントとか感想とかは、うん、YouTube のコメント欄に、送ってもらえると、ね、非公開なんですけれども、うん、DM 感覚で私たちに届いて、承認制。あ、そうです。コメント欄が承認制になってるから、承認はしません。承認すると公開される、みんなに見られちゃうんだけど、私たちはこちらで静かに楽しんでおりますので、はい、今まで通り皆さん間違ってないです、やり方、はい、そのままコメント欄に書いてもらったり、あとはたまに私たち、まあ、個人のアカウントだったりセブトルの、うん、インスタグラムのストーリーで、うん、ボックスとかね作ってるんで、そちらもフォローしていただけたらね、うん、いいかなって思います。見つけた時に書いてもらえたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。はい、ということでこれがシャープ4かな、はい、でした。限りもじゃあ、また、次回、バイバーイ。バイバーイ。